カイダ文字の例カイダ文字の例カイダ文字は、かつて、沖縄県の与那国等々で使われていた、小形文字である。カイダ字や、カイダ文字、カイダ字とも呼ばれる。起源については、諸説があるが、須藤理一は1640年の人道税指向に、伴い、17世紀後半にできたものとした。イケ英座は、琉球王朝による、 支配後に作られたものとし、1839年に、頭職に任じられた15世大浜親子も上、正義によって完全な文字が創作されたとしている。明治時代に小学校令が発布されるまで使用されていたことがわかっている。主に商品の売買記録や調整記録に用いられたもので、一般の文章が表記できるまでには発展せず、公教育が導入されて以降は、 漢字や金が普及したため、使用されなくなった。主に取引の対象となった、作物、家畜、課金、魚介類、家、船などと、関数字を変形させた数字が文字化されていた。また、取引の上で区別が必要なお馬とめ数馬、おんどりとメすどりなどは、区別されていた。調税記録を記した聞いたが、国立民族学博物館などにも残されているが、多くは、 第二次世界大戦の空襲で消失した、与那国と海底地形からも、海田文字に似た跡のある岩が発見されている。しかしながら、海田文字は上述の通り一般には17から19世紀に創作されたと考えられている一方、この海底地形は諸説はあるものの遅くとも11世紀前半には水没していたと考えられているため、この後が海田文字であるとすると、 海底地形が水没した後に付けられたものであるか、海だ文字が通説より古くから用いられていたと考えなければ年代が成功しない。現在は、与那国島周辺の民芸品やシャツなどにデザイン部品として用いられる例があるが、必ずしも字の意味を理解して使われているとは限らない。ありがとうございます。